どうも、皆さんこんにちは、こんばんは、エルザレットです。それでは、イーストワードやっていきたいと思います。で、今回がね、開始が、ちょっとショーの終わりだったんで、こちらのロード画面から行こうかなと思います。で、気になるところで終わったからな、謎の人物も出てきたしね、気になるところです。あとは、ちょっとね、画面の明るさを上げてます、今回。なので、いつもより暗いところが見えるんじゃないかなと。いう期待を調整しろよって話なんだけどね。まあやっていきたいと思います。かすり傷だ、すぐ治る。ただ問題は禁断の地に行ったってことだな。町長に知られたら。ジョン、何か私にできることはない？塗り薬があると助かるな。塗り薬か。そういえばないもんね。わかった、塗り薬だね。だがちょっと問題がある。薬を持ってそうなやつといえば、ボロボロのやつかな。墓場にいるあのヤブ医者ぐらいで。あ、やっぱこいつなんだ。ボグタのこと？分かった、聞いてみる。あ、でもさ、なんか、待って、完全に開発しきってない感じだったよね。行くか。いや、でも、サンちゃんパートになると思わんかったな。ジョンは無事なの？やっぱジョン、なんだかんだ、倒れる存在だから心配してくれてんだね。私は分かってたわ。あなたはジョンの足玉トイレしかないのよ。お前、子供にそんなこと言うのか？メガネのお母さんだね。ジョンが怪我を？自業自得ね。メガネの母ちゃん、意外と、ひどいやつだな。酒場、酒場。どうも。あれ？いないじゃん。隊長。こんな時間に何やってんだ？何時か分かりません。ジョンが怪我を？そうか。あまり自分を責めるなよ。あー、優しいね。誰にだってやるべきことがある。ここに人間はみんなそうなんだ。ちなみにこれ冷蔵庫開けれないんだ。どうも。ここで何をしてるんだ？ボグターはジョンに届け物をするため早い時間出て行ったぞ。嘘？もしかして会わなかったのか？あの間抜け、また迷子になったに違いない。卑屈状に行ってみな。あいつのことだ。あの辺でうろうろしてる違いない。え、あれって迷ってたの？どう見ても閉じ込められてたようにしか見えないんだけど。マジか。あ、ヨンがいる。おお、サンちゃんじゃねえか。ジョンはくたばったりしてねえよな。人聞きの悪いこと。ガチャガチャ。じゃあ、ジョンが手に入れたトークンを勝手に使いましょうか。お、一回か。レア度低いね。え？はあ。まさかの増えた。久しぶりに変な声出たわ。あまりにもとっさをつかれて。マットラット。まあでも、そっか、じゃあ集めるだけ集めてガチャ引きまくれば、さっき見ておまけがもらえるわけか。クリスタル・ジョーズ。一応も噛み砕く硬い顎、妙なじいさんの一団が寄港している。海賊と名乗っているらしい。気に入った外の世界の話をしてくれるんだ。この辺りそのうち本当にモンスター入れたら面白いけどな。設定はしっかりしてるからさ。さあ、レア度2。おお、かっけえ。ダークナイト。魔王城の物静かな護衛。モンスターの言葉がわからない。修理工場の仕事はとても単調で、モンスターを考えることだけが楽しみだ。あー、なんかダークソウル出てきそう。プロキシアね。お、来た！最高レア！
でもカプセルの入れ一緒なんだね。きた、魔王。まさかの魔王ゲットだ。ジョンがいないところで運を使い切るっていう。なんか人の不幸が起きてるときって、ねえ、当たるよね。ソロモンと同じく魔王も城もてっぺんに住んでる。はあ。最近はたたりがどんどん増えている。未来ももう安全ではないのかもしれない。これさ、魔王がまた出るってこと？ハンドワーム、かわいい顔のせいでモンスターの間でいじめられている。散歩に行くのもいいかもしれない。モンスターのアイデアがさ、降りてこない。いや、あの、可愛くはない。ああ、つまんな、ジョン。つまんな、ジョン。お前の金で。あ、ダニエルじゃん。僕のせいだ。そうじゃなきゃ。サンのことこには。って。まあまあまあ。完全にサンのせいだからね。ちなみにスパイスは、あ、3個セットなんだ。へえ。いや、3個しか売ってないってことか。なるほど。これそしたらあれだね、売り切れまで買ってた方が得だね。いやでも来たらまた売ってた。調味料は買っとく。よし、行こう。準備はできた。寄り道のしすぎかもしれんけど準備はできた。はいはい。こっち？え、まさか左？あー、倒せないんですよ。左っぽいな。そうそう、こうやって当てて、いやー関係なかったー。で、トークン。またガチャすんの？これもだって引けって言ってるようなもんじゃん。マジかー。おお、通る。合ってんの？あ、いた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 、合ってた。おお、これはこれは、ジョンのところの子じゃないか。ちょうどあんたらを探してたんだ。そしたらな、その、迷っちゃってね。外出る気まんまやん。何、塗り薬？お安い御用だ。持っていきな。ゲットー。塗り薬を手に入れた。あ、それから。何があろうとも、蝶々の前で禁断の血と。あ、口にしないことだ。それを言うこと自体があれなんだね。蝶々は何か知ってんのか。禁断の地についてね。急ぎ急ぎ、ダッシュダッシュ。さあさあさあ。いやー、ガチャ運良かったなー、マジで。こんな簡単にガチャ当たると思わんかったもんなー。別のガチャは全然当たんないのにね。いやー、課金システムなくてよかったこのゲーム。ってことでもう一回。もう一回。なんかね、何個も持ってってて良さそうな感じなんだよね、同じやつとか。あ、でこう中身変わるんだよね。すごい、8切れんばかりの敵が映ってたもんね、右上。あ、全部あれだ、3頭だった。魔王あんな当てたのがまずラッキーすぎるんだよな。じゃあ行こう行こう、ジョンのところ行こう。手待ちに台と思ってトークンは使わせてもらったってことにしよう。こっちだこっちだ。塗り薬、ちなみに塗り薬の絵柄はどんな感じなの？ナメクジなんだ。これあれなのかな、ハートが落ちるのとつながってんのかな。気持ち悪いが役には立つ。
まあね、治るんだったらね、人にとっては嬉しいことにはならないだろう。どういうこと？塗り薬を見つけたのか。すごいぞ。ヨーカのところに持っていきな。ヨーカ、ヨーカ、ヨーカ。ああ、あいつか。機械の子か。ジョン、塗り薬持ってきたよ。でかしたぞ。ヨーカに頼む。ヨーカにってあれ車だよね。胴体ね。できることは全部やった。ジョンは元気になるよね。それは、こいつ次第だな。ジョン。まあ、気合だよね。根性でどうにかするしかない。おお、眩しい。ジョン。ジョン、ねえ、もう起きた？すごいの見つけたんだ。ねえ、ジョン、早く。早く。え？ん？どういうことですか？トイレに光が差してるのがすんごい気になる。ん？え？どういうこと？外だ。フラミンゴだ。わ、すげえ。うわ、めっちゃ綺麗だね。光の描写がいい。ああ、ここでタイトル来るんだ。イーストワード、始まりでーす。ん？夢落ち？夢落ちなの？今の。今の夢落ちってこと？早く良くなって。元気になったら、一緒に学校行こうね。いやいや、子供じゃないんです。それから大地の駒やろうね。そうだね。魔王引いたからね。それから、ジョン、地上を探検しよう。ジョンと私で。ここで見張っていろ。あー、バレてるか。ジョン、これは驚いた。ジョンのところの草垣か。心配無用だ。ジョンの様子を見に来たのだ。意外と平気そうだな。てっきり重症かと思ったぞ。まさか働かせる気じゃ。貴様のことは気に入っているんだ。それは嘘じゃない。
貴様は、なんというか、働き者だからな。しかし、よりによってあそこへ行くとはな。あ、やっぱ分かってたか。地上に繋がってるんだよ。驚いた。おしゃべりなやつだ。小娘には分からんだろうな。あ、ってこと、ホフマン町長は何か知ってんの？私のメンツが丸つぶれになるんだぞ。お前は町長の顔に泥を塗った。顔に泥を塗られれば腹が立つものだ。どう落とし前をつける気だ？何も悪いことはしてない。ジョンはあそこの怪物をみんな倒したんだよ。倒しただと？見事だな、ジョン。実に見事だ。そこで一つ思い出した。サマラにぴったりの場所を知っておるぞ。入ってこい。はっ。あれ、隊長じゃね？ここに入れ。闇上がりなのに、お前もだって。わぁ、そんな子供を投げるんじゃない、投げるんじゃ。おとなしくしてろって。まあね、喋らなければ多分良かったんだろうなぁ、さんちゃんね。仕方ないけどね。蝶々さん。あん時の凄みと言ったら芸術抜きでしたよ。4、お前か。お前は蝶々の顔に泥を塗った。顔に泥を塗られれば腹が立つもんだ。ホフマン町長ほど恐ろしい人なんていねえ。そんな感じだよね。俺なんてどんで頑張ってって町長の足元には及ばねえや。ジョンのやつちびってたはずで。もういい。もうすぐ追放の儀式だ。準備をしろ。え、じゃあ俺はこの辺で退散します。待て。はい、ご用でも。少々、練習をしておきたい。練習ですか？そうだ、練習だ。練習？儀式に練習いんの？ひー、お助けよー、ちょちょどっかお慈悲を。戻って来られるという希望を捨てよ。我、何時を上の世界に連れて行かん。何時を待つは、闇と豪華、そして身を切る霊気。何時再び成長を歩むことと頭合わず。その足元には悪しき毒が広がり、その身を蝕むであろう。終わりなきたたりが。どうだ？4あれ、ジョン役か。今のは最高です。いや、まだ足がガクガクいってますね。よろしい。私ほどになっても練習は役に立つ。練習、4、そういう意味ではうめえな。お、サンちゃんだ。ログ更新。話しとこっか。まあ、ジョン、喋らねえからな。ここ絶対、うでしょ。ねえ。開くでしょ。やめて。あれ、校長？扉。ジャスパ、宝物に触れないで、触らないでか。あなたは誰？
聞いて驚くんじゃないわよ。私は劇団お一人のジェスパー様よ。もう濃い、さっきから濃いんだよな、キャラクターが。ジャスパーな。ほーら。いや、真似はしません。絶対真似はしません。驚いたでしょ？劇団お一人。ってことは、劇団一人か。それ何？やだ、嘘でしょ。いや、劇団お一人は知らんよ。俺、劇団一人しか知らん。私、もう忘れられたの？なんか、あちしとか言いそうだよね。その、これ、あなたの宝物なの？悪事を照らす金色の目。流れるその血は戦いの証。これこそ、大地の子。闇夜の怪人よ。大地の子なんだ、これも。大地の子。これも大地の子なの？すごい。かっこいい。あんたも大地の子が好きなの？大地の子大好き。まあ、ゲームやってるぐらいだしね。ジョン置いてガチャガチャしてるぐらいだからね。もっと高く見えないったら、嘘。これ以上無理だよ。重いんだから。重いんだから100キロくらいあるんじゃない？お前さえ女性に言ってたら最悪だぞ。ちょっと何よ。あ、カロタ？カロタの声だ。めっちゃ踏んでる。カン。この中にいる？みんなも捕まったの？サンが中にいるの？いて、それ僕の頭だよ。ごめん。もうさっさとしてよ。サン、デカメがあなたにあげたいものがあるって。あげたいもの？幸運のコインを持ってきたんだ。父さんのものなんだけど、役に立つかもしれないから。幸運のコインか。どうすれば出せるかな？やべ、タイガー隊長だ。逃げろ。もう頼りないんだから、私がやる。あ。ああまあそう、まあまあまあ、そうなりますよね。そうなりますよ。あ、でも、金色の目じゃん。マジで金色の目になってるやん。闇夜の怪人が。元気出して。私のポストが。いや、あー、じゃあ、分かっててあれしたね。ヤフルヤフルやんの。えいえいえい容赦ねえ。容赦なさすぎるだろう。ジョン。見て、ここ、穴があるよ。ちゅうことは、デカメくんの親父さん、ここ抜けたってこと？それにマジで幸運のコインじゃん。ラッキーコイン。綺麗だね。わあ。デンジャー、デンジャーって書いてある。ワーニングって書いてある。よっぽど危ねえんだな。待ってー。あ、来るの？歩き方。ここはどこなの、ジャスパー。ここ？私にもわからない。でも毎晩ここからシューって奇妙な音が聞こえるの。あんまりうるさいから、僕は、闇夜の怪人で封印したのよ。あーそうだね、散々破ったからね。あー、闇夜の怪人。ジョン、探検してみよう。もしかしたら外に繋がるかもよ。まあね、残っててもいいことないしね。ねえ、元気？元気出して。私の闇夜の怪人が。元気出して。元気出して。ここは通れない。じゃあ、セーブしますか。君は守ってきた秘密に感謝されるべきだろう。
君が秘密と知っているから、秘密は秘密として成立するのだ。記憶を残しますか？よし、じゃあちょっと今回早いんですけど、ここまでにしましょうか。多分パート的にダンジョン長そうな感じするんでね。ちょっと今日は早めに終わりたいなと思います。ちょっと色濃いかったね、ジャスパーね。はい、ということで皆さんありがとうございました。またやりますので、ぜひ見に来てください。よければチャンネル登録、高評価もお願いします。ではでは、またね、バイバーイ。